最高出力1300馬力 IHI の新技術がすごすぎる。こんにちは、ネックス工業のカレンです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回フォーカスするのは IHI が開発したハイブリッド推進システムです。性能が良い推進機を開発することは、その国の技術力の証明でもあります。歴史を振り返れば、推進機、いわゆるエンジン技術は民生分野でも軍事分野でも非常に重要視されてきました。日本は自動車産業が発達しており、エンジン技術は世界でもトップレベルと言われていますが、車のエンジン以上に出力を求められるエンジンでもその技術力の高さを見せています。まさに今回紹介する IHI のハイブリッド推進システムは技術力の高さを証明するテクノロジーです。日本の技術が好きな人はいいねとチャンネル登録で応援お願いいたします。では早速見ていきましょう。 IHI って何の会社？まず IHI という会社について解説します。株式会社 IHI は東京都江東区豊洲に本社を置く重工業を主体とする日本の製造会社で、三菱重工業、川崎重工業とともに三大重工業の一角を成しています。 IHI は石川島播磨ヘビーインダストリーズの略称で、石川島播磨重工業株式会社から現在の社名に変更しています。特にロケットエンジンの開発ではトップをひた走り、日本のジェットエンジン生産の60%から70%を手掛け、業界のリーディングカンパニーといえます。大型から小型まで各種民間企業エンジンの国際共同開発事業にも参画し、エンジンモジュールや部品を開発供給しています。創業160年超の歴史を持つ IHI は、ペリー来航の折に江戸幕府から造船所を作るようにという指示を受けて設立されたことが始まりです。 IHI の歴史を見ると、明治期には渋沢栄一氏が前身となる東京石川島造船所の会長に就任するなど、日本の重工業の歴史の一翼を担ってきました。有名な製品は日本初のジェットエンジン、ネ20です。ネは燃焼ロケットの頭文字です。昭和20年8月7日、日本初のジェット戦闘機、キッカに搭載され、高度600メートル、飛行時間12分という内容で飛行試験に成功しました。現在は GENX ターボファンエンジンも有名です。こちらは次世代航空機、ボーイング787と747-8に搭載されているエンジンで、米国ゼネラルエレクトリック社を中心とする開発プログラムに参画しています。ボーイング777に搭載される世界最大の推力を持つエンジン GE90 ターボファンエンジンも GE 社との共同開発で開発されたエンジンです。さらにロールスロイス社と共同で航空自衛隊の次期戦闘機用エンジンの実証機を開発することも発表されました。このようにエンジン、特にジェットエンジンの業界で IHI は存在感を示す日本企業です。 IHI が1000キロワット級電動機を開発。そんな IHI ですが、エンジン後方に搭載できる出力1000キロワット級電動機を国内企業と開発しました。実用化を目指すハイブリッド電動推進システムに必要な出力で、後方の主要部品テールコーンに搭載できる1000キロ級は世界初です。1000キロワットは馬力換算で1360馬力で大きなパワーを発揮します。 IHI は2020年に250キロワット級電動機を開発しており、それに改良を加えて1000キロワットまでパワーアップしました。テールコーンとは、高温となるジェットエンジン低圧タービン後方に位置し、排気の流れを整える部品です。一般的に航空機はギアやシャフト機構を介して
エンジン外側に搭載した電動機とエンジン回転軸をつなぎ発電を行って、機体で使用される電力を発電しています。しかし、求められる電力量が増加すると、電動機が大型化してしまい、大型化すると空気抵抗を受けてしまうなどの問題があります。そこで、テールコーン内部に電動機を設置することで、空気抵抗問題を解決するという方法へ移り変わりつつあります。エンジン内蔵型電動機は、世界的に研究開発が行われているハイブリッド電動推進システムにおける重要なキー技術として注目を集めています。というのも、ジェット旅客機の運航機数は航空需要の増加とともに増加しています。今後20年間で約2倍に需要が増加すると見込まれる一方で、航空機が排出する二酸化炭素の削減が求められている状況です。つまり、環境性能を劇的に向上させながらも、安全性や経済性を担保した新しいシステムの構築が求められています。今回の 1000kW 級電動機は、まさにそうしたニーズに適応したテクノロジーといえます。ハイブリッド電動推進システムのスペック。技術面では、温度対策が重要な課題となります。ジェットエンジンの高温に耐えられる発電機であることは絶対条件です。もし高温に耐えられなければ航空機には使用できません。IHI では300度耐熱絶縁被膜を有する高密度成型コイルなどの部品開発を行い、その課題に向き合ってきました。熱に強い発動機を開発することに加えて、熱対策としてジェットエンジンの研究開発で培った熱、流体、構造技術を生かして排熱新システムも導入しました。こうした技術開発の組み合わせによって 1000kW の出力を誇る電動機の開発に至ったのです。馬力換算で1360馬力で、これは1980年代に F1 で使用された1500cc の BMW の M12-13 ターボエンジンの最高出力1300馬力に匹敵します。このような大容量電動機の開発は航空機のハイブリッド化に大きく前進します。電力量が増えれば自動車のようにハイブリッドシステムを導入した航空機も視野に入ります。具体的には航空機推進用大出力電動モーター、電動ターボコンプレッサ、電動水素ターボブロアなどの導入が現実味を帯びてくることになります。今回の電動機は国内最大規模の電動機評価設備を有する秋田大学電動化システム共同研究センターの電動モーター特性評価ラボで性能評価が行われました。その結果も良好で、テールコーン内部にエンジン軸直結した場合の回転数で期待される性能が得られることが確認されています。2029年に15兆円になる。航空機エンジンの市場は順調な拡大を見せると考えられています。航空産業は需要の拡大とともに市場も拡大を見せる見通しであり、2029年には15兆円市場にまで拡大するという予測もあるほどです。アジア太平洋地域のニーズが高く、中国やインドの経済発展も大きな要因となっています。航空会社、航空機運航者、軍隊、チャーター事業者が計画している航空機の近代化も業界として大きな追い風です。しかし、従来通りのジェットエンジンの改良というよりは、環境性能や燃費性能を求める声が大きくなっています。そのため、IHI を含むジェットエンジンの開発を手掛ける企業は、積層造形や複合技術などの最新技術を活用した新しいエンジンモデルの研究開発への投資が目立ちます。IHI が今回発表した 1000kW の電動機のテクノロジーは、ジェットエンジン業界に大きな衝撃を与えることになると思われます。電動機から作られる電力は機内の制御だけでなく、モーター動力のエネルギー源となることも十分考えられます。
そうなれば、これまで以上に IHI がジェットエンジン業界で存在感を見せることになるでしょう。航空業界にもハイブリッド化の波は迫っています。航空業界ではこれまでジェットエンジンの出力が主にフォーカスされてきましたが、燃費やその一歩先を行く発電に主軸が移りつつあるということが印象的です。その背景には二酸化炭素の排出削減が間違いなくあります。 IHI のような重工業メーカーにはビジネスチャンスが訪れていると言えます。技術開発とその技術を用いた商品開発を行い、ビジネス展開する日本の姿を改めて感じました。ここまで IHI の 1000kW の電動機のテクノロジーについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんのコメントお待ちしております。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また X と LINE でも発信をしております。気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。